生でフルーツオープンサンド。最近インスタで可愛い料理やお菓子の写真よく見るね。おうち時間でみんないろいろ作ってるんだよ。私も作ってみたい。パティシエに変身して作ってみたら？いいね。フルティシエを使ってパティシエになってやってみよう。変身。材料はこちら。食パンをオーブンで焼きます。焼いた食パンにクリームを塗ります。そしてフルティシエをスプーンで混ぜてパンにのせます。食べやすい大きさにカットして、出来上がり。お家でカフェ気分だね。美味しそうにできたし、パパとママにきっと喜んでもらえるね。みんなもフルティシエで作ってみよう。マルハニチロのフルティシエを使って、あなたも楽しくお家でカフェ気分。